こんにちは、体が硬い人のためのパーソナルヨガスタジオ、頑張りジムの関田です。今日は、本当に硬い人のためのヨガの練習方法について、お話ししていきます。このチャンネルは、グループレッスンではなかなか聞くことのできない細かい体の使い方やヨガのちょっと深い話について、お話ししております。今日は、体の硬い人が、どうやってこうヨガを練習していくかということについてお話ししていきます。もちろん体の硬い人なんかがこうヨガをするときに、硬いなりにこうヨガを楽しめればいいっていうのが一つあるんですけど、もう一つには、だからといって硬いままでいいってわけではなくて、ちゃんとこう練習した成果が、出せるようにっていうことを、考えていきたいなというふうに思っております。でポーズ、ヨガのポーズを取ろうと思ったときに、ポーズへの向き手合い方なんですけど、もちろん理想としての形を、取ろうとするのは目標としては大事です。ただ、目的としては目の前の練習の一つ一つはちゃんと自分を心地よく力強い状態にするっていうのが大切になってくるので、一つ一つ、心地よい状態、力強い状態をキープしていくうちに、だんだん目標に向かってポーズを深めていくっていうことを考えてみてください。でちょっと三角のポーズを例にとってこういきたいと思います。三角のポーズを取るときに、目標としては、地面、床に手がついて、胸を開いた状態っていうのがもちろん取れればいいです。ただこう床に手をつこうとしたときに、もう無理にこう窮屈になってしまって、こう下を見たままになってして、ポーズ全体で心地よく力強いことをこう状態になるよりも、床に手をつくっていうことが目的になってしまっているので、これだとポーズがずれてしまいます。だからって、僕これ実はあんまり好きじゃないパターンで、こう置いてこういう、パターンがあるんですけど、なんでこれこうあんまり好きじゃないかっていうと、地面を押す力、手の片手のこの状態がこう消えてしまって、ここだとこう押すっていうことに向いてないんですよ。自分の足を押しちゃうと膝を痛める原因になってしまうので、だとしたら、ね、こうどうするかっていう時にこう軽減方法になります。ブロックを使ってもいいんですけど、例えば硬い人なんかであればこういう感じで椅子とかこうテーブルの横なんかでかなり高い位置で、やってもらって構わないです。その代わりちゃんとこう心地いい感じ、力強い状態っていうのを優先してください。で実際うちのスタジオで、起こった事例だと、結構体の硬い生徒さんだったんで、最初から椅子を使ってやりましょうっていう話になったんですけど、結構これでもうんと楽な感じがしないぞっていう風になったので、ブロックを1個1個積み重ねてきました。で1個だとまだだな、2個積み重ねて、で3個積み重ねた時に、このぐらい積み重ねると気持ちがいいよねっていう風になりました。ただここでもう1個ポイントがあって、これだと結構気持ちよくできるなとなりましたっていう後で、こう立ってもらったんですよ。で立ってもらった時にこう普通にしてる時よりもこうやる前よりもやった後の方がこう立ってこう楽な状態とかこう落ち着いた状態になりますかっていうことを聞いた時に、いやそれはしませんっていうことだったんです。でこれ何が足りなかったかというと、力強さが足りなくて、これはこれだったら辛くないと楽にできますとなった時に、腹筋の力が抜けていました。でそこでこうちょっとこうキュッとこう腹筋に力を入れてもらって、しっかりとこの状態で地面を押します。お腹に力を入れた状態でしっかりと押します。で手足でこう押した力で反対の手をぐーっとこう引き上げられますかっていう話をしたら、お腹に力が入れると確かにこう全体が引き伸びる感覚、引き上がる感覚っていうのがしますと。でこの状態で、3回だけ深呼吸をしてもらって、終わった後に立ってもらった時に、楽になりましたと。やる前にもこう自分の体が軽い感じがしますっていうふうに言っていただいて、これが、体が硬い人の、ポーズの向き合い方となります。ポーズを取った時に、2つの見方があります。1つにはポーズを取っている最中が、心地よく力強い状態がすること。もう1つは、ポーズが終わった後、できれば前後でシャバーサナをしてみるといいんですけど、いちいち寝ることが大変であればシャバーサナじゃなくてこうタダーサナでも構わないです。やる前よりもポーズを取った方が自分の状態がこう楽になってるっていう、変化を見るっていうのを大切にしてみてください。なんとかポーズを取った時に
こう自分の感覚が、そんなにこう悪くないぞってなっても終わった後に楽な感じがしてなければ、無意識に無理をしてるっていう証拠になってくるので、硬い人は、自分の体の感覚が楽になるっていうことをこう心がけてみてください。でその時に全体がなんとなくいい感じで伸びてるよっていうのは把握できると思うんですけど、自分の中で忘れがちなのがお腹の力が抜けてることが多いです。ちゃんとこう下っ腹、丹田に力を入れた状態で地面を力強く押せる状態で、何かポーズに入るということを意識してみてください。でポーズの時、どんなに硬い人でも、どんなに体調が悪い時でも、その人さんの外、その一瞬なりの、心地よいポジションというのがあるので、ポーズを取るんじゃなくてポーズを取りながら、その自分にとっては心地よい状態をポイントを見つけるということを考えながら練習してみましょう。例えば、ダウンドッグだったら代表的なのは、軽減法の考え方で、よく生徒さんにやってもらうのはこういう感じでブロックを使って高さを出してもらいます。そうするとこう高さが出た分だけ、ふくらはぎ、足元が硬い人でもできるし、体を支える力なんかも、力の流れもつかみやすくなってきます。また鳩のポーズなんかを取るときもこうやってこうかなりヨガベルトなんかでこう大きな輪っかさえ作ってしまえばくるんと回すのそんなにこう大変ではなくなるので、この状態で、バランスを取るためにこうこっちもこういう状態にすればしっかりとこの状態でこう無理にこう引っ張らずにこうむしろこの状態でこう足を向こうに押すなんかをすると背中がこう向こう側にむしろ持っていかれる動きなんかでお腹が伸びる感じ、全体で気持ちいい感じなんかをつかみやすくなってきます。これをこう無理に持とうとして肩が引っかかってこう痛くなったりとか、軽減法としてこうマーメイドに持っていってもこう無理やりやるぐらいだったらもうこの状態で止まっちゃった方がいいので、自分にとってこう心地よいポイントをちゃんとこう探すようにしてください。でその時に邪魔になる、それをこうさせないようにするのは、理事的なこうものではなくて、自分側の そんなこう楽とかこうちょっと格好悪いの嫌だなみたいな気持ちの方が大きいので、気持ちいいポイントを力強いポイントを探す方が大事だということを、認識してやるようにしてください。ただ、グループレッスンの場合だとどうしてもなんだろう、ホットヨガなんかだと特にこうブロックとか使えないし、シークエンスの流れの中でなかなかこう自分だけゆっくりやるっていうわけにはいかないので、こういうのは自主練習の中で、練習するようにしてください。最後にグループレッスン と、自分の自主練習の違いについて説明すると、グループレッスンっていうのは、他のスポーツ、例えばサッカーなんかで言えば、試合のようなものです。で自主練習っていうのはドリブルのこう練習をしたりとか、リフティングの練習をしたりとか走り込んだりとか、こう基礎の部分ですね、基礎の根っこの部分を、しっかりとこう培って、ただそれだけだ と、自分の通用するかは分からないので、グループレッスンという試合で、試して、で試合で試してみて自分が通用しなかった部分、浮き彫りになった課題をまた自主練習でやるっていう、こう行ったり来たりをするのがいいです。だから、自分でこうグループレッスンとか受けられない人は、もちろん最初は自分なりの、自分の練習だけでいいんですけど、シークエンスをやっている、人の、誘導で、何かをするっていう、 こう練習をちょっとするというので、それこそ YouTube とか、いろんなシークエンスがあるので試しながらやってみるようにしてください。自分の心地いいポイントを、最初はなかなか、見つけることが難しい場合なんかは、ぜひスタジオにお越しください。その時はマンツーマンでその人に合った、適切な練習法を提供させていただいております。次は皆さんの練習が心地よく力強いものとなりますように。また次回のレッスンでお会いしましょう。